はい、本日はですねパタゴニアのバギーズショーツを、まあ、ほぼ全部購入しましたので、そちらの紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ、ほぼなのね、ほぼ全部購入したということにはなってるんですけども、先日ですねオレンジっていうセレクトショップに買い物動画、行ったっていう動画出したと思うんですけど、その時に購入したのがこちらのバギーズショーツなんですね。でそれをまあ見ていこうじゃないかということで、こちらが2021年に展開されてるカラーのブラックと柄物以外は全部あります。なので、ブラックと柄物は買ってませんけども、ブラックと柄物以外は全てあると思っていただければ、あ、これを見れば2021年のバギーズショーツは分かるんだねというふうに思うと思いますし、バギーズショーツといえばですね、僕がもう常々、ね、これだけは皆さん僕のチャンネル見ていただいてくれたら一着は持っておいてくださいと、騙されたと思って買ってくださいと、もう実際手にしてもらったらですね、めちゃくちゃええやないかと、まあ、追加でもう一色買っとこうかっていう方がもう大多数、もう 80% ぐらい、それそんな感じ、あと残りの 10% ぐらいがまあまあまあそこかなみたいな感じで、残りのラスト 10% ぐらいがこんなもんどこがええねんっていう人もいてるので、まあ、そういった文句とかは僕じゃなくてパタゴニアのカスタマーセンターの方に出ましてもらったらいいと思うんですけども、まあ、それぐらいね僕個人的には気に入ってるバギーズショーツにはなってるんですが、また近々ねバギーズのロングっていうタイプもあるんですね。でそのロングの方も動画作ろうと思ってますので、それはまた別で購入しようと思ってるんですけど、今回バギーズショーツちょっと短めのタイプの方になってるんですけど、それの前色がこちらにあって、またロングはねちょっと色が若干違うんですよ。せやから今回はショーツの方に特化して2021年の色を見ていこうじゃないかということになっておりますので、本日の流れとしてはですね、まず今年のカラー展開がどれぐらいあったんかっていう話をして、その次に実際に皆さんと一緒に今から細かくこの色味を見ていきましょうよっていう話をして、でその中ではですね去年と全く同じやつもあったりはするんですよね。だからまあ去年と同じやつもあったりするけども、まあ、逆に言えば今年の新色今年しか出てへんっていう色もあったりはするので、まあ、早速今年の色のカラー展開やったんですけど、今年がね16色あったらしいんですよ。でまあその中にはこういって例えばこうシンプルなタイプからちょっと派手なタイプもあれば、まあもうガラガラもう柄のやつもあったりするんですけど、16個もし全部買ったらですね1ヶ月ルーティーンすると、まあ、毎日もし仮に履いてったとしたらですね、それだけで2週間分以上のコーディネートが作れるぐらい、多分バギーズショーツ好きな人とかやったら、まあ、全色買う人多分いてるんですよね。それこそそんなめちゃくちゃ高いわけじゃないから、まあ、ちょっと今年はコロナ落ち着いたし友達と海行くからちょっと買っとこうか、友達より派手な色味にしといたろうかとか、あと今年は嫁さんと子供と一緒にバーベキューでも行くからちょっと父ちゃんかっこいいやないかいうことで、バギーズのシンプルな感じのね渋い感じのやつ行ったろかみたいな感じでね、まあ、特に今年の夏はこう出かける方とか多いと思うので、まあ、このバギーズはねめちゃくちゃ使えるとは思うんですけども、何の話をしてたか忘れたので一回話を戻すと、今からね色をまず見ていきたいなと思うんですけども、色の展開としては僕ここに今ざっとあるのが9色あるんですよね。で9色あってプラスこれは去年に買ったマンゴーっていうカラーなんですけど、これはね今年も出てるタイプになってたんで、もう今年買ったってこれ全く一緒だから、まあええかなと思ってこれは買わんかったんですけど、一応これをポンって入れることによって今年のカラーが黒と柄以外全部揃ってるという状態になってますね。まあなのでまあとりあえず色を見ていきましょうか。まず色を一番上から見ていきますわ。とりあえずこのバギーズショーツの良さとかはもう別動画で喋ってるし、もうずっと言いまくってるし、もうこれめちゃくちゃいいから皆さん買ってくださいって言い続けてるから、まあ、これについて語ることはないので別動画で見てください。だから今回色だけ見ます。まずじゃあこれ見ていきましょうか。これはなんていう色味だ。フォージグレーって書いてて、まあ、グレーですね。グレーの色味になってて、まあ、アップで見てもらったらどんな感じなのかな。この辺りの色味って結構使いやすくないですかね。変にこうブラックまでいっちゃうと重くなるんですけど、こういうグレー系の色って合わせやすかったりするんかなと思うので、ちょっと一回履いてみましょうか。はい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 、こんな感じね。わかるわかる、いいねいいね、これちょっと大人な感じですよね。いいね、はあなるほどなるほど。ちょっとミリタリー感のある色味というか、まあ大人でも履けるし、逆に若い子はあんまこれ選ばへんかもしれんな。どっちかというと大人の人が選びそうな感じで、女子受けもしそうですね。大人の女性とかからしたら、まあ、僕の嫁とかやったらこれ好きそうな色味なんで、うわその色めっちゃいいじゃんって言いそうなんですけど、まあそんな感じっていうのが、これがグレーですね。ほんで次が何にしようかな言うて、これですね。うわすごいな、これ真っ赤やな、これなんていう名前なんやろ。これなんや、どこに書いてんねん、タグ、これタグないんかい、どうなってんねや、あーどこに書いてんねや、これはなんて読むんだ、ファイヤーっていうものか。まあ赤っぽいですね、もうザ赤、真っ赤って感じの。でもこれはこれでまた大人の人が履いたらかっこいいんですよね。黒髪でヒゲボーボーの人が履いたりしたらかっこいいって感じで、僕みたいに茶髪やったらちょっと子供っぽくなっちゃうからどうかなと思うけど、まあ、こんな感じの色味ですよね。パッて白 T とかに合わせたりしたらこんな感じでね、あーいいねいいねっていう感じで、まあ、黒 T でもいいかもしれんすよね。ちょっと手元に黒 T がないな。例えばねこんな感じで黒とか、わかるかな、全然わからへんな前か。でしかも結構はっきりした赤で、これパタゴニアね毎年同じような色味出てるやんと思うかもしれないですけど、実は微妙に変わっていってるんですよね。でその微妙に
変わってるのがどんな感じっていうと、まあ、今見てもらったこの赤が去年とかはもうちょっと例えばくすんでたなとか、で今年はちょっとはっきりしてるなとか、もう映像でねこれパッて見てもらったらもう赤結構飛び込んでくるなっていう感じしません？なんかそれぐらい主張激しいんで、もしかしたら今年の中で一番こうパッと目に行くような色味かもしれないですね。ほんで次がこれですよね、ザ・ピンクということで、このピンクはちょっとやらしいかもしれんな、人によってはやらしく見えるかもしれんし、まあ人によっては似合うかもしれないですけど、これはねウルトラピンクっていう名前ですね。確かにウルトラってる、確かにウルトラ的な感じするな、パリピの人が履きそうな感じの。これまだわし一回履いてみましょうか。まあこんな感じでね、ピンクの感じで、うわーこれはあかんな、だいぶチャラいな、こんな感じのピンクですわ。まあ大人の人やったら似合うかもしれんけど、僕まだなんかこう青臭いからあんま似合ってないですけど、このピンクもどっちかって言ったら明るめですよね。ショッキングピンク的な感じになってるから、もうちょっと紫がかってたらこう合わせやすいかもしれんけど、この色味僕はちょっと合わせづらいですね。どうやって履いていっていいか分からへんけど、まあ焼けたら焼けたらそれ似合うんかな、分からんけどね。まあそんな感じがこのピンクですわ。で次見てみましょうか。次これはパープルか、あパープルですね。この名前だけはなんか普通のパープルなんよということで、さっきはウルトラなんとかとかなんだかファックスとかなんかややこしい名前だけど、これは普通にパープルっていう名前になってて、この色味どうですかね。多分好きな人多そうですよね、男の人やったら。僕あんま好きな色味じゃないんですけど、まあ、間違いなく短パンを個人的に買うってなったりしたら選ぶ色ではないけども、好きな人は多分こんなん好きでしょうね。これで帽子かぶってみたいな、サングラスかけてみたいな、なんかフェス行きますみたいな、まあそんな感じの色味ですよね。まだ3月やのにもう半ズボン出てるって早いですよね。でもバギーズはねこれゴールデンウィークぐらいになったらもうなくなってるから、欲しい色とかもしあるんやったら早めに行った方がいいと思うんですけども、次行きますよ。次はこれはネイビーっていうんかな、ストーンブルー。ややこしいな、ネーミングに癖がある。これも絶対覚えさせる気がないような感じですけど、ストーンブルーという名前になっててね、まあどっちかっていうとネイビーっぽい感じですよね。ネイビーのなんやろうな、ちょっとくすんでるというか、僕こういう色好きなんですよね。くすみのあるような感じの、まあこんな感じでね、まあこれやっても誰でも合わせる、どんな人でも絶対に合う、合わへん人は絶対おらんでいうぐらい、まあ定番の色やと思うんですけど、合わせやすそうな色ですね。多分この辺はね結構毎年出てるような色ちゃうかなと思います。なんか見たことあるような色するような気もするし。ほんで次がまた引き続きブルーなんですけど、これはねちょっと明るめのブルーですね。パーンと目に飛び込んでくるような、しかも中の紐がなんかこう緑なの。他全部何色やった？黒やったのに。これは何と申しますかというとですね、ビュー、バイオブルーなんていうのか分からへんけど、また変わった名前します。あ、ほんでこれだけや、唯一その紐もグレー、緑やし、ポケットのね後ろのボタンあるじゃないですか、これが他のやつは全部同色なんですよね。例えばパンツがオレンジやったらオレンジやし、ピンクやったらピンクなんですけど、これはパンツはブルーやけどもボタンは緑になってますね。なんでこれだけ癖つけたんかわからんけども、まあちょっとあれですよね、こう海とかやったら合いそうな感じですよね。青い感じになってて、僕あんまこれぐらいはっきりしてる色はあんま履かないですけど、こんな感じで、で次こう薄い感じですよね。薄いブルーになってるので、これなんていうブルーかというとビッグスカイブルーっていう名前になってますね。これも僕個人的には自分では履かないような色味なんですけど、色は綺麗ですよね。それこそ僕がね 2,3 年前に買ったバギーズとかやったらこういう色が出てたんですよね。いやだからちょっと同じブルーでもやっぱり若干色味が違うくて、さっきの青とかやったらもっと派手な青みたいになってくるから、毎年毎年微妙にね色味が違うんですよ。ちなみにこれの名前なんていうんだったかな、すんません、わかりませんわという感じでね。で次が8着目になってて、それがこの蛍光的な黄色ですね。これの名前は何や、ジェリーフィッシュイエローって書いてますね。ジェリーフィッシュイエローであってんのかな、わからんけど、なんかバナナみたいなねパンツの色してますわ。まあ特に言うことはないんですけどね。次最後これでね、最後柄買ってみました。僕あんまパタゴニアの柄好きじゃないんですけど、まあちょっと1着ぐらい持っとってもええかなと思って今回買ってみました。これはちなみに今年出た柄のやつになってて、名前がですねガラパゴス、なんかわかりません、なんか書いてありますけど、まあ気になる方調べてみてください。なんかね南国のなんか人魚とかなんか恐竜みたいなのとか鳥とか、あとなんか民族みたいなのが写ってますわ。まあちょっと南国テイストな感じでしょうね。これ確かバギーズロングの方にもあったんですけど、まあなんかこれはね合わせやすいやなと思って、オレンジとネイビーと青やから、まあまあ男の人だって合わせれるやろうと思って一応買ってみたんですけど、まあこんな感じっていうのが今年の色味ですわ。まあ、皆さんどれがね好きかどうか分からなかったんですけども、ちなみにこのマンゴーも今年は出てるみたいなんで、これは覚えやすいですよね。マンゴーってね、確かに見た感じからマンゴーやないかいって感じだけど、他のそのビッグなんとかなんとかとか、フォージなんとかとか、ウルトラなんとかとかで言われても全く覚えられへんっ
ことになってるので、一応これがね今年のカラー展開にはなってるようですわ。で例えば僕個人的には上の T シャツ黒が多い人とかやったらちょっと明るめの色入れてもいいかなと思うし、まあ僕が今着てるみたいに白 T が多いんやったらこうやってねネイビーとかね、最初に見てもらったこういうグレーとかね合わせるとねギュッと引き締まって、あとは帽子で遊んじゃうみたいなこともできるんかなと思うんですけど、皆さんもしかしたら気づいてたかもしれないんですけど、僕こうやってずっと喋ってるんですけど途中ぐらいからですね、実はこの画面の下っ側はパンツ一丁でずっと喋り続けてるんですね。だから T シャツにパンツ一丁になってるんですけど、ギリギリここ映ってないっていうことになってるのでいいんですけど、この状況をもし他人がパッて今瞬間的に見たらですね、あの人パンツ一丁でカメラに向かって何してんのと思われますので、あんまりちょっと長々とは喋れないんですが、一応今年の2021年の色、ブラックと柄以外は全部こうやって見てもらったんですけど、実はこれサイズがね XS から SML まで買ったかなっていう4サイズ買ってるので、またサイズ別の動画っていうの出そうかなと思ってて、でそれはあの嫁に見てもらいながら女性目線で見たらどのサイズ感がいいかとか、この色綺麗やんみたいな感じで、まあ、見てもらいながらねちょっと動画作ろうかななんて思ってますので、ということで今回はね2021年の、まあ、カラーだけをまず見てもらったということになってるので、これからねバギーズロングも購入しますし、そのショートのサイズ動画見てもらうっていうことになってますので、まあ、楽しみにしておいていただければなというふうに思います。まあもう近くにね嫁が帰ってきてますので、まあ、このままパンツ一丁で、お別れしたいなというふうに思います。本日はですねパタゴニアのバギーズショーツ2021年版を紹介しめたという動画になってます。またベスト動画でお会いしましょう。ありがとうございました。